はい、皆さんこんにちは。というわけでですね、今日は2月4日、明日ですね、僕は、北海道ニセコ市で行われる NHK 室さん主催の朗読劇に参加させていただけることになったんですよ。なんでですね、ちょっと前乗りという形で今北海道にやってまいりました。はい、北海道はですね、以前来たことあるんですよ。確かね、そう、若い時にテニスの王子様の白石蔵之介のキャラソンアルバムかなんかのプロモーションで北海道来たことあるんですけど、その時はね、確かね、5月だったんですね。冬の北海道っていうのは初めてで、はい、ほんの些細な感じですけど、まあ、こんな感じで雪が積もってる、もうね、周りもすごいんですけど、見てください。あまりに雪が白すぎて白飛びして見えないっていう。来る時ちょっとあの飛行機からね、窓を見てたんですけど、飛行機の中で寝れるかなと思ったんですけど、めっちゃ白飛びしてね、寝れるかなと思ったんですけど、なんか地球すごいなと思っちゃって、はい全然寝れなかったですね。多分本日夕方ぐらいにコテンと来るんじゃないかなと思ってますけど、はい、じゃあまたなんかこう北海道の風景をね、あの移動しながら撮ろうと思います。またピシュー。ここはですね、めちゃくちゃたくさんラーメン屋さんがあるラーメン横丁的なね、札幌空港のところなんですけど、その中でやっぱりね、私はやっぱり塩ラーメンが好きなんですよ。なので、ここはですね、札幌塩ラーメン飛燕さんというお店に、お邪魔してます。はい、特別に撮影許可も下りたんでですね、今からちょっと、注文をしていこうと思います。はい、この中にね、これちょっとインカメなんでちょっと分かりづらいんですけど、これがね、なんか一番多分おすすめだと思うんですよね、そのこのお店的にはきっとね。なんで今から注文していきたいと思います。はい、あのおすすめのラーメンってありますか？ここで塩ラーメンが限定食のつけ麺ですね。じゃあ塩ラーメンです。塩ラーメンでおすすめなのはこれですか？塩ラーメン、はい。あ、やっぱりね、これで、はい、塩ラーメン、すごい潔い、塩って書いてある。あ、違う、こっちでしたね。塩ラーメン、そう、塩ラーメンください。はい、かしこまりました、少々お待ちください。ありがとうございます。塩ラーメンっていうのはね、最も腕が試されると新宿で見ました。はい、新宿のね、塩ラーメンで、僕ね、それはね、なんか本当思ってて、なんかね、東京に上京してすぐの時は府中駅の最寄りの寮に住んでたんですよ。で、そこでね、東京に来て初めて塩ラーメンを確か新宿御苑で食べたんですけど、その塩ラーメンがまあ美味しくて、じゃあ塩ラーメンってこんなに美味しいんだと思って、最寄りの府中駅、当時の自分が住んでいる寮の近くにあった塩ラーメン屋さんに入ったんですけど、塩ラーメンって外れるとマジで美味しくないんです。その時に本当に塩ラーメンって腕が試される。でもあの僕が今言ったそのすごく外れたのって、本当に何て言うんだろう、何て言うんだろうな、本当に塩水に入ってた麺がそんなやつだ。だからやっぱりね、塩ラーメンがこれから開発が進む時期だったんでしょうね。僕が塩ラーメンにハマり始めた2000年はね、僕2000年高校卒業なんで、はい、そんな感じなんですよ。というわけでですね、ラーメンが来たら回そうと思います。はい、というわけで、もうね、注文した塩ラーメンがいよいよ届きました。はい、お願いします。はい、お待たせいたしました、塩ラーメン。ありがとうございます。ね、あの顔は見えなくなるんですけど、ちょっとしばらく、じゃあいただきたいと思います。いただきます。あ、映ってない。これは美味しい。なんていうんだろう、この麺とスープのね、マッチ具合よ。
も言わないよ。何も言わなくても分かるもんですよ、これは。考えちゃいけない、感じるってことですね。めちゃめちゃ美味しい。はい、というわけでごちそうさまでした。はい、見事に完食しましたね。見えますか？見えない。見えにくいね。もうちょっと三脚の問題なんで、ちょっと許してください。はい、というわけで非常に美味しかったですね。僕初めて当日撮影許可が下りてね、ラーメン屋さん撮らせてもらったんで、しゃぶしゃぶ。はい。マジですか？サインを求められました。ちょっと仕込みみたいになってるけど、いいんですか？僕そんなすごい YouTuber じゃないですけど。マジですか？ヒエンさんへとか。あ、札幌ヒエンさんか。ちょっとね、急遽先ほどラーメンを持ってきてくれた女性店員の方からですね、サインを求められる。仕込みじゃないですよ。仕込みみたいに見えますけどね。僕も仕込みかと思いましたけど。素晴らしいですね。待って、札幌飛燕さんへ。この店内ね、サインがいっぱいあるんですよ。あ、じゃあ読み書こう。字が汚いね。インカメなんて逆になってると思いますけど、札幌飛燕さんね、美味しかったです、ごちそうさまでしたと。サインだけ見たらね、僕ってわからないから、書いておきますわ。あ、知っているということ。知らない人に求めないですよ。ありがとうございます。あ、できました。ありがとうございます。本当にすいません、なんか飾っていただけるなんて。ありがとうございます。本当に美味しかったです。なんかもう撮影もさせてもらってありがとうございました。テレビ見てる。本当ですか？嬉しい。たまに深夜やってる。本当ですか？やってる。ネットフリックスとか登録されてますか？そうですよね。また今組長娘と世話係っていうのが放送時期は発表になってないんですけど、それとあとなんかいろいろあるので、またその時はぜひ見てあげてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと収まりがつかなくなってきました。はい、というわけで、よかったらですね。藤原さんですよね。違います、違います。細谷です。知らなかったですね。間違えちゃう。それはそれもね。うん。あーって言われます。知ってる人は知ってるんですよ。人数ですよ。全然です、全然です、全然です。これもちょっといい YouTube になります、ね。というわけでね、もうちょっと汗が止まらなくなってきたんで、そろそろお店を出ようかと思います。ありがとうございました。もう本当に美味しいラーメンなので、ぜひ飛燕さんに立ち寄られた際にはですね、本当に来たんだと思ってもらえればな。辺にね、サインがいっぱいありましたので、多分中に飾ってもらえるんだろうと思います。嬉しいですね。ありがたい。うん、じゃあまた。はい、ラーメン非常に美味しかったですね。はい、今からいよいよ冬の北海道の外にですね、出て行こうと思います。はい、というわけで、降りてきました。はい、意外にすがみますね。はい、というわけで、あ、これ NHK 職員の方、お待たせして大丈夫。あ、いいんですか。あ、お世話になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ乗り込みたいと思います。はい、皆さんこんにちは。というわけでですね、さっき、空港から車に乗り込んでですね、ニセコに向かっているんですけど、これちょっと僕の帽子変わったでしょう。はい、これはですね、タイ冬の北海道用に買った通称ゴールデンカムイハットです。はい、来ましたね。すごいですよ、これセブンイレブンなんですけど、やばくないですか、この雪。すごいんですよ、本当に。こんな感じ。若干ね、パウダースノーですね。ああ、あ、パウダーや。
パウダー、冷た、冷たいこれ。いや触るんじゃなかった。いや冷たい、触るんじゃなかった。あ、見えますか。すごいですね。すごいパウダー。すごいパウダー。あ、冷たい、冷たい。あ、冷たい。あ、冷たい。あ、冷たい。冷たい。あ、冷たい。やるんじゃなかった。あ、やるんじゃなかった。あ、冷たい。なんかこの感覚ね、この霜焼ける感覚、久々ですね。はい。ね、この帽子本当にいいですよ。もう耳まであったかいんでね、体感温度違いますね。ええ、ついにこの帽子を役立てる時が来たかと。時は来た、それだけだって感じです。はい、はい、というわけでこういう感じですね。見て、こんなのね、映画でしか見たことないですよ。いや、すごいっすね。これ映るの、映るのかどうかわからんけれども、あ、そうだ、あの撮影班に、撮影班にちょっとスタッフにこれちょ、お願いしますね。はい、というわけでこの景色、アウトカメラなら映るんですよ。さっきインコまで撮ってたので全然。フリーキック、僕犬年なんですけど、やっぱり犬って駆け回るって言うじゃないですか。本当ですね。これ本当に壁、壁にしてるのかな。やばいこれ。これも僕がもしあの地元で、あの何も考えてなく、明日のこととか何も考えなかったら、ここに鎧の巨人アタックしてるんですけど。あんまり遊んでるとね、スタッフの方に迷惑かけちゃうんで、そろそろ行こうと思います。ありがとうございます。はい、というわけでね、そろそろ車に戻ろうと思います。いや、非常にいいですね。北海道最高ですよ、マジで。マジでいい。なんかね、その、あれじゃないですか。もうカメラがぐらぐらしてる。北海道は涼しいところだから、5月とかね、夏とかにね、来るといいよ的なね、言うじゃないですか。そんなことないです。冬来た方がいい。マジで。危ね、ちょっとカメラ落ちそうですね。なんかちょっとこれ、僕は80年代生まれなんで、あ、グレイを思い出しますよね。ウィンターアゲインね、そういう感じ。はい、じゃあまた。あ、言い忘れたんですけど、チャンネル登録、高評価、ベルマークの通知、よろしくお願いします。ツイッターもやってるんで、ぜひフォローお願いします。それじゃあ、またね。バイバーイ。